わずか25台しか生産されなかった希少なスーパーカーが、白昼堂々と事故を起こし、逃走する瞬間を捉えた映像が海外で注目を集めています。画像。ぐしゃぐしゃに潰れながらも逃げたポルシェ。事故があったのはアメリカ・ニューヨーク市内。路肩に駐車していた白いミニバンに爆音を響かせながら走っていたポルシェが猛スピードで突っ込み、走り去っていく姿を撮影した映像がネット上で拡散されています。明らかにスピード超過の状態で、横滑りしながらぶつかるようは衝撃的。激しく損傷したボディを晒したまま、何食わぬ顔で現場から逃げ去るようは何とも滑稽です。しかし、この当て逃げ事件が注目を集めている理由は事故の派手さだけではありません。このポルシェは、ゲンバラミラージュ GT という非常に珍しいモデルなのです。ゲンバラミラージュ GT という車は、2003年に発売されたポルシェ、カレラ GT をベースにしたカスタムモデル。ドイツの名門チューニングメーカー、ゲンバラが手掛けており、生産数はわずか25台のみ。約4000万円というカスタム費用を追加して、推定1億円クラスのスーパーカーとなっています。希少なスーパーカーのこのような醜態を晒した映像を見るのはとても心が痛いですね。なお、このゲンバラミラージュ GT は事故の後、さらに数台の車に追突する事故を起こし、カズブロック先で警察に逮捕されました。